はい、多くの人にとってはもうね関係ない過去のなんだかよくわかんない事件だとして忘れ去られていると思いますけども、例の森友問題ですよね。森友問題ではお亡くなりになっている方もいるんですよ。これ多くの方が言われているのと私が察するにですね、どういうことかというと、このお亡くなりになった方っていうのは非常に責任感が強くて、そしてですね、この職務にものすごく忠実だった方なんでしょうね。それを信頼している上司、またその所属長から無理難題を押し付けられて、明らかに違法であることを自分が作業するように、まあ強要されてですね、それを粛々とそのこなす中で、本当にですね、仕事が終わったら温かい家族がいて、これで自分でいいんだろうかと思いながらまた出勤する、これを繰り返しているうちに精神的に本当に追い詰められてしまってですね、もう行くところがなくなっちゃったんだろうなと思うんですよ。それで死を選ぶわけなんですよね。で、この森友問題、何がどういうふうになったかというと、まだ何も進んでないんですよ。なぜかね、世間の風潮としては籠池さんが全て悪いことになって有罪になって、はい終わりみたいになってますけども、籠池さんっていうのは助成金のですね、詐欺ですかという、実はね関係がありそうで全く関係ないことで立件されてるだけなんですよ。で、肝心なこの森友問題、なんでね土地が大幅な値引きをしたのか、それがなんで許されたのか、で安倍昭恵夫人ですよね、安倍総理の奥さんがずっとこの森友問題に関わっていたのに、手のひらを返したように自分は知りませんという形になったと。で、安倍総理も知りませんみたいな感じで、しらを切り通してですね、誠実に事件に向き合った方だけが、過酷な運命をたどっているということですよね。で、当然、この問題何も片付いてないんで、世間の人は関係ないから過ぎ去ってるでしょう。でも、当事者としては、泣くに泣けない事件なんですよ。で、今回、このね、週刊文春ですか、こちらの方で見てください。財務省職員、遺書全文公開。ね。すべて佐川局長の指示ですというふうに遺書に書かれてるんですよ。これをねよく出してくれたと、国もこれをもみ消そうと必死だったと思うんですよ。奥さんは佐川元理財局長と国を提訴したということですね。さあこれでですね、検察が、そして裁判所がきちんと公平な判決ができるんでしょうか。まあ官邸のね根回しもあるでしょうからね。妻や私が関わっていれば首相も議員も辞めると言った手前、もう後に引けないんですよ。揉み消すことができると思ってはっきりと発言したんでしょうけども、どうですかね。今回三権分立を踏みにじってまでも黒川検事総長当てようとしてますけども、さあそれがねうまくいったらいったで怖いですね。2年前の3月7日近畿財務局長職員、近畿財務局職員赤木俊雄氏54歳が自ら命を絶った、安倍昭恵夫人が関与する小学校への国有地格安払い下げが国会で問題となる中起きた決裁文書の改ざん事件で、真面目な公務員はなぜ公文書を改ざんし、失礼しました、そして死を選ばなければならなかったのか、財務省が事実に反する虚偽の答弁を貫いている、最後は株が尻尾を切られる、部下が尻尾を切られる、株って書いてますけど部下ですよね。ヤフーの記事でもミスがあるんですね。A4 で7枚の通説な手記やメモにはその経緯が克明に綴られていたということですね。隠蔽の安倍政権の真実がついに明らかにということで、これがもし通ればですね、これだけでは済まないですよ。近畿佐川元理財局長だけではなくて、安倍総理の方にも捜査の手が入るかもしれないですね。もしかしたら恐ろしい権力をもとにですね、戦車に竹槍で突っ込むようなことになるかもしれませんけども、今はですね立花隆さんがねかなり動いてますからね。他にも証言される方もいますし、これね内部関係者も一気に証言に回る可能性があるんですよ。それはやっぱりね、このなんか新聞記者っていう映画見ました？あそこにもねこのことが本当書かれてるんですよ。あの元大徳組の高橋和也さんが神崎さんっていう名前で出てるんですけどもね、ビルから飛び降りるところが描写されてましたけども、まさにこの事件を苦に命を絶ったね
赤木さん、本当にね、この方が今声を上げてくださったら、どんなことをね、言ってくださったんでしょうね。で、あと、すごいですよね、やっぱりこう、立花さんね、N国党の立花さんも NHK にいたときに、本当にそれをね、正義感の強い立花さん、不正をやらされて、それをやっているうちに、おかしくなるらしいんですよ。もう麻痺してくると。それがいいことなのか悪いことなのか分かんなくなってくると。でも、はたと我に返ったときに、本当にね、自分の存在をすらね、否定したくなるようなものなんですよ。だから、悪に手を染めるのが何ともない方は、どんどん出世する道が開けるんですよ。上司から、これちょっと改ざんしてさ、こいつ一人泣かしときゃ、みんなバンバンじゃないぞって言ったら、ああ、わかりました、親分、みたいな感じでね、やっていくんですよ。でも、何の罪もない方をこんなことして罠にはめるんですかみたいなことでね、抵抗しちゃうと、まあ、君は上司のことが聞けないのかねみたいになっちゃうわけですよね。これがだから立ち割り行政っていうか上位下達組織の本当に弊害ですよね。やっぱり下に弱くて上に強いっていうのがあるべき上司のこう姿なのかなと思いますし、やっぱね、こう公共の福祉のためっていうか皆さんのためにっていうところが公務員の寄って立つところなわけなんですよ。でも自分の利益とかね、それから上司の顔色を伺って、時には規律さえ破って国民を泣かせると。ね、国民の税金で暮らしている方がですよ。さらに国民を貶めるようなことをしているわけですよ。だから私はね、言い過ぎかもしれませんけども、制度化された盗賊だというふうに、映る部分があるんですよ。もちろんこれ全員ではないですよ。全員がこんなことしないです。ほとんどの方は、市役所とかね、区役所行っても皆さんもお感じになるでしょうけども、不慣れな業務を安いね、賃金で非正規で結構ね頑張ってやってくださるんですよ。で現場にいる人はみんなね、我々一般国民に近い存在ですし、近所から勤務していて、地域にも愛情があるでしょ。だからね、本当に愛情を持って接してくれてます。不器用なところももしかしたらね、市民の方からするとあるかもしれません。作業が遅いとかね、資格紙面だとかいうところもあるかもしれません。私もね、なんかカットすることがあるんですけども、でもね、やっぱり私たちの立場に立ってくれるのは現場の人ですよ。問題はデスクワークだけで、全てをね、数字で処理して、実績で、自分のね、価値を測る人なのかなと思っちゃうんですよね。ちょっと表現が難しいんですけども、今日週刊文春ね、ちょっと買って読んでみようかなと思います。私まだ週刊文春って一回も買ったことがなかったんですけども、今回につきましては、しっかり買ってね、桜を見る会、それから、森法務大臣の陳答弁、その他、今回ね、野党の中に、山添さんとかね、小川さんとかね、山尾さんとかね、すごいたくさんね、切り込んでくれる方がいて、スカッとするわけですよ。で、国会の、なんですかね、答弁を YouTube で発信してくださる方もいるんですけども、いや本当にね、そういう方のコメントってのは、本当その通りだなと思うことばかりで、私もね、なんかこう、やっていかないけんなと、目覚めるわけなんですよ、時に。社会を離れて隠居してるはずなんですけども、なんかね、そうではなくて、もっともっとなんかできることがあるんじゃないかなっていうふうに思わされますね。打ち震えるものがあるなと思いますよね。まあ、私はこうやって YouTube でね、適当なことを言うだけなんですけども、ただなんかできることがあるんだったら、例えば、N 国党のね、この件について、私もね、なんか知ってることがあったらね、喋りたいですよ。何も知らないんで、何も言えませんけど、見てるだけなんですけども。いや、すごいね、なんか言葉にならなくてすいません、10分も喋ったのに。なんか思いはね、ものすごく溢れてくるんですけども、ついに始まったかという、気持ちで締めくくらさせていただきます。本当にね、お亡くなりになった方にはこの赤木俊夫さんにはね、なんかお悔やみを申し上げるとともに無念だっただろうなと思いますよ。やっぱりこうお父さんとかもね、お身内の方も自慢の息子だったと思うんですよ。それがね、こんなことで本当にいいんでしょうかね。はい、今回は以上です。